プレイの解説動画欲しい。あ、復刻来たら引こっかな。やろっかな。一応クレイのなんかおもろい小技とかいっぱいあるしな。クレイちゃんね、なんかね、通常攻撃のね、なんかジャンプキャンセルができるんよね。ちょっと入力むずいんやけど。通常攻撃を、こうやって、モーションキャンセルして、いつ投げてんのみたいな感じで出せる。もっと早くできます、ちなみに練習したら。で、さらに、なんかね、ジャンプするところ、例えばなんかこことかさ、ジャンプするとき引っかかるじゃん。なんかないかな。なんか天井があってね、ジャンプが引っかかるようにするとね、もっと早く通常攻撃一段目打てたりします。いう小技があったりなかったり。ちなみに使い道はないです。マシンガンクレイ。いや、攻撃速度上げる意味はないな。その、結局ジャンプして降りてくるまでの時間があるから、攻撃速度上げる旨味は減ってる。あ、でも動画にするほどじゃねえか。いや、クレイちゃん使うときは結構ダッシュキャンセルとかジャンプキャンセル大事っすね。銃撃を普通に撃ったら、結構硬直あるんだけど、銃撃。これでもう発生保証があるんで。マーク出たらもうこうやって動いていいんで。それでもっと小刻みに動くみたいな。そういうのはある。クレイ上手い人は結構攻撃をバンバン叩き込んでるイメージがあります。かな。解説するなら、これぐらいかな。水元素の主人公どう思う？期待半分、期待してない半分。草主人公さ、今もめちゃくちゃ強くない？草主人公が強いっていうより草元素が強いが正しいか。で、ナヒーダ持ってる人はまあみんなナヒーダ使うと思うんやけど、なんかまあナヒーダと一緒に2人、草元素キャラの設置枠2人欲しいとき、草共鳴要員でナヒーダ草主人公にしたり、ナヒーダ入れられないもう一つのパーティーで草元素使いたいときに主人公入れたりね。結構爆発の信頼感度の範囲が広くて、あれが強いよな。80エネルギー食っちゃうけど。草主人公強いんよな。岩も強いけど、まあ岩はアタッカーだから。うん、草主人公の強さを見るとちょっと水主人公には期待しちゃうけど。そう、最近の原神はバランス調整できてなくもなくもないかな。なんかキララとか、すごいめっちゃいいキャラじゃん、バランス取れてて。うん。キララは正直。まあ、勝利とか白術、勝利みたいなめっちゃ強いシールダーだったり、まあ、白術ナヒーダみたいなめっちゃ強い草元素キャラ持ってたら、ナヒーダ、キララあんま出番ないけど、その分なんかちょっと星4の中でも強みに設定されてて、なんかバランス取れてるんよな。動くべきだ。うん、なんか最近の星4キャラクターなんかバランス取れてなくも、なんか取れてる雰囲気あるから、ちょっと水主人公には、ちょっと期待しちゃうね。いや、でもきついな。多分無理だわ。水主人公はね、水元素がそう熱くて無理だと思う。イエランに勝てない、イブクワキに勝てない、水の神様に勝てないのはもう確定だろう、多分。って考えたら、まあ、水元素の主人公採用する枠はないな。ちょっと草主人公が思ってたより優秀ってだけで。主人公星5やぞ。確かに、主人公を星5として表示されてるけどさ、うん、ヒーラーなのかな。まあまあまあ。ちょっと気になりますね。水のシールダーだったら被らなさそう。ワンチャンシールダーもあり得るのか。まあまあ、ちょっと水主人公は、まあちょっと効果読めないな。あ、でも多分そこまで使われることはないと思います。水元素キャラクターは、もう層が厚くて、さすがに、今までいるキャラクターを差し置いてまで使うことはないのかなと、私は思いますね。